神戸ポートピアランドは兵庫県神戸市のポートアイランドにあったレジャー施設である。通称はポートピアランド、ポーピア、KPL 等。正面ゲート1981年3月から9月に開催された神戸ポートアイランド博覧会の遊戯施設としてオープン。同博覧会終了後の同年10月1日より単独で営業が行われる。ポートピアランドという名称は博覧会 当時はファミリー向けの遊園地は各所にあったが、神戸ポートピアランドはそのターゲットを若者に徹底的に絞り込み、都市型のテーマパークとして絶叫型のライドのみで構成された非常に日本において先進的なパークであった。2年に1機種は必ず新規で機種を海外より導入し、入園者数を伸ばしていった。入園者数は ピーク時の1991年には163万人を記録、わずか5ヘクタール面積で営業しており、日本一効率的なパークであると称された。当初の立地は南公園とともにポートアイランド南側の沿岸部であった。しかし、周囲が2域工事で埋め立てられたために内陸部にある施設と変化していった。1995年の阪神。 淡路大震災による救援後の入場者の減少、当時の不況、レジャーの多様化、近郊に神戸ハーバーランドの町開きや USJ の開業による入場者の減少の影響、施設の老朽化などを理由に経営していた阪急東方グループの阪急電鉄が2003年、宝塚ファミリーランドと合わせて遊園地事業より撤退を決定。その後、 ポートアイランドの地盤沈下を懸念した神戸市に対し、施設を無症状とし、営業を継続した。当時人気のハロー。プロジェクトのイベント開催やナイター営業時に噴水と、花火のショーを開催するなどして、打開策を打ち出すが、入場者の大きな増加には繋がらず2006年3月31日を、もって閉園し、ポートピア81開幕以来25年の歴史に、 幕を閉じた。なお、2006年2月上旬から閉園までにかけて、さよならポートピアランド25年の歩み展が公開された。これはその名の通り25年の老いたちを懐かしい、写真ポスターや VTR などを交えて振り返る目的で企画されたものであり、来園者が思い出を綴る掲示板も設置された。最終日の3月31日には、 営業終了時に閉園セレモニーが開催され、高田支配人の挨拶の後、最後の花火が中央の小舟より打ち上げられ、合わせて25年間ありがとうの文字花火も披露された。最終日には2万人以上の来園者があり、テレビ局もその模様を生中継で放送した。1999年の初め頃から開設したホームページは2006年5月に閉鎖され、 閉園当日の閉園直後におけるトップページでは単にポートピアランド正面からの夜景写真をバックに3月31日をもって閉園いたしましたの閉園挨拶が記されただけのものになっていた閉園直前のサイトの風景は下の外部リンクからアクセスできるその後そのドメイン名は他社運営のサイトとなった閉園後の跡地には二千八年四月十四日より スウェーデンの大手家具製造、直販企業である、イケアが、イケアポートアイランド店をオープンさせている。彫像願いを叶えたる直営施設、委託運営サービス施設 AB 神戸、ポートアイランド博覧会公式記録。ありがとうございます。